皆さんこんにちは、手芸大好きアスカルです。今日は鬼滅の刃風マスク第4弾ということで、こちらの生地でかまどねずこ風マスクを作っていきたいと思います。それでは第4弾なのでサクサクっと進めていきます。こちらが型紙です。すいません、まだちょっと勉強不足で概要欄に型紙を貼ることができずに、皆さんに型紙を送ることができないんですけれども、手芸店などに置いてあるマスク用の型紙でも代用できますので、そちらを見ながら作ることも可能です。それでは材料です。26センチのマスクゴムが2本と、こちらにオレンジの紐が2本と、こちらが黒い生地が2枚、あとこちらがピンクのねずこちゃん風の生地が2枚と、こちらも同じくねずこちゃん風の生地が2枚、あと裏布が2枚になってます。前回と違うのがこちらなんですけれども、型紙で言うと前回まではこちらとこちらをそれぞれ黒とそれぞれのキャラの色で分けてたんですけれども、ねずこちゃんちょっとこれ分けたいなと思って、こっちさらにこちらとこちらも分けることにしました。イメージとしてはこんな感じでくっつけていこうと思ってます。これで表生地が片方完成という形になります。では作っていきます。それでは作り方です。まずはじめに表生地のこちらとこちらを中表に合わせて縫い代1センチで縫ってきます。左右同様です。このように縫ってきました。こちらを開くと表のこちらの部分になるということですね。こっち側も同様です。次にこちらの部分にオレンジの紐を縫っていきたいと思います。こちらも一緒です。このようにつけて上下縫っていこうと思います。はい、このように縫ってきました。上下で縫ってきました。こちらも一緒です。で、ちなみに言い忘れたんですが、こちらの格子柄が手芸さんに売ってなくて、自分でパッチワークをしてみたので、もしこのパッチワークのやり方が知りたいという方は後半にどのように作ったか流します。見てみてください。それでは次にこちらと黒い生地を中表に合わせて、こちらを縫い代1センチで縫ってきます。こちらを待ち針で留めて縫ってきます。はい、このように縫いました。次にこちらを開いて黒い方の布に縫い代を倒して、こちらをステッチかけてきます。このようにステッチをかけてきました。こちらも同様です。こちらにある余分な布は切っておきます。次にこちらを中表に合わせて、オレンジの紐の部分がずれないように待ち針で留めて、こちらを縫い代7ミリぐらいで縫ってきます。このように縫ってきました。次にこちらを開けて頭の部分を上にして縫い代左に倒します。倒した方をステッチかけてきます。ここにステッチをかけてきました。次に先ほど縫った裏布を中表に合わせて、真ん中の部分をきちんと合わせて上と下に
5ミリぐらいの縫い代で縫ってきます。このように縫ってきました。次に空いているところから表にひっくり返します。はい、このように折り返しました。次はこちらの後ろの布が見えないように上と下にステッチをかけてきます。はい、こちらとこちら縫ってきました。次にこちらの部分を1センチぐらいで2回折り返してこちらの下の部分を縫ってきます。こちらも一緒です。こちらとこちら縫ってきました。次にこちらにゴムを入れて完成です。縛った部分は中に入れます。こちらも同様です。立体マスクの完成です。これでもう一つ仲間が増えました。ありがとうございました。作り方です。それぞれ4センチの正方形を6枚用意します。白3枚、赤3枚、こちらの2枚ずつをパッチワークしていきます。中表に合わせて1センチの縫い代で縫っていきます。こちらとこちらも同様です。このように縫いました。縫い代は色の濃い方に倒しておきます。このように6枚を縫ってきました。次にこのように中表に合わせてこちらの真ん中が合うようにしてやはり1センチで縫い代1センチで縫ってきます。このように縫えました。折り返すとこのような出来上がります。先ほど作ったこちらの布も同じように中表に合わせてこちらを縫ってきます。このように縫えました。縫い代はそれぞれ外向きに倒しておきます。型紙を生地に置いて印を書いて切ります。はい、これで完成です。